年からは森友学園籠池泰典理事長がこう事情聴取を受けるということになりました。そうですね、まあおそらく読売新聞は逮捕と言ってますけど、逮捕って書いてあったよ、おそらく逮捕、ああいうふうに読売が書くと、まあ、逮捕でしょうね。これ前打ちって言うんですけどね、前打ち、前打ちって新聞で新聞事例っていうのもあるんですけど、前打ちすると大体まあ検察強いんで、逮捕じゃないですかね、読売が書くと。なんで読売だけが書けるんですかそれ。まあ読売の記者が優秀なんじゃないですか、権力に食い込んで、食い込んで一緒一体となって、あ違う、食い込んで。でこれ盛りかけというふうに僕たちは世間一般では盛りかけ、はい、一対でこうなんとなくニュースを追ってきましたけど、かけさんの方は大丈夫なんですか。かけは大丈夫でしょうね。大丈夫でいかないでしょうね。なんでですか。まあ森友は籠池さんの場合は与党の一部だったんですよ。でここはまああのまあいわゆるいろんな人間的なつながりも一部だったんですけど、かけさんの場合はね、これ与野党、それから、霞が関全体に見事にね、この人脈を作ってるんで、行きません。接待も含めて。で、まあ、人脈、接待って言ってませんよ。で、人脈で言うと、やっぱ、マスコミの方の人たちもね、やっぱり相当人脈作ってるんで、日本の場合ね、そうなるとね、これは やんないですね。すっかり、すっきり言っちゃった。かけさんっていうのはじゃあすごい人なんだ。すごい、すごいっていうか、やっぱよくわかってますよ、政治の仕組みが。結局人間関係ですから。だからそこのポイントをきちんと押さえてると。だからここが行くとなるとどうなるかというと、単純に政権が崩壊するということです。要するにもう、政権が守らざるを得ないと。まあ、あのね、今の全体の体制が。はい、体制はね。体制全体が、これはもう、企業も、官僚も、メディアも含めて守ってるのを、そこを崩すってことは、全体的には今の体制がひっくり返ると。2009年の政権交代と同じことが起こるわけです。だからそれを聞くとね、なんとなくその、質疑。もうなんとなく同じことの繰り返しでリピートでね、エンドレスで回ってるなっていう感じになるよね、だから野党の方も本当のことバシッて言っちゃう人は立ちにくいわけです。そっか、だから立たせないようにするわけ。わかりました。